今日はです、ねえー、今年度予算でまあ5兆円突,突破した防衛費の中身、うん、それから実際に装備の内容がです、ね、どうも場合によってはその尻滅裂なんじゃないかと高いばっかりでっていうね、まあ、あとアメ,リカからのアメリカの政府からの購入がすごく増えているって問題、うん、なんかも取り上げたいと思うんですけどベンチマークという意味では5兆突破というのがですね、まあ 一応初めてなので、これあれですね。あの改めてこうやって見ていったったんですけども、うん、あの金額ベースでいくと、その2 0 0それそうですね、3年ぐらいからずっと減ってたんですね。防衛費っていうのはね。あの10年連続して減って、ってはい、で安倍政権になって、あまあ、第2次安倍政権になって、うん、まあ6年連続して増えてきたと。 うん、あそううでですすよよねねと、はいこやっぱりじゃあこのこ,この V 字、まあ、回復じゃないですけどちょっと言葉が違いますけど、えー、ここで増えたのはもう安倍政権になってからやっぱり防衛費が増えてるっていうことなんですね。まず安倍さんが まあその従来の延長線上ではなくという言葉を使った防衛,防衛費、防衛調達の中身についてですねこれまでの延長線上でなくというのは、うん、あの来年度改定される防衛計画の対抗のことなんですね。うんはい、でこれはあの、まあ、日本国憲法に基づいて専守、まあ、防衛であると、うんでまあ、もちろん科学技術が進んできましたので性能の良い、えー 軍艦や、まあ、戦闘機なんかはもう持ってますけれどもしかしながらあその他国に脅威を与えるような、まあ、武器は持たないというようなもとで、まあ、防衛計画というのはずっと進んできたわけですよね。はいはい、それが今回の,あの従来の延長線上ではなくということは、はいまあ、安倍首相はまあ専守防衛ということから踏み込まないとは言ってますけれども。 実際にあの来年度の防衛費の中身を見ても例えばあの長距離の巡航ミサイルが突然去年の12月になって急遽入ってきたりですねあるいはそのミサイル防衛システムをがっちり固めてそんなに固めてどうするんだというぐらいまでそのお金をかけるようになってきたと。やはりあの うん安全保障関連法ができて、まあ、自衛隊の活動が広がってきたということがあの防衛費にも反映されているなと、うん、これまでの自衛隊の姿ではない自衛隊を、まあ、お見せするというようなあ形になっているなというそんな印象を受けました、うんうん、本来は宮台さんはあの重武装中立論ですよね、本来はね。 防防衛防衛装備はしっかりしたとと憲法についてもこの番組でやってきたようにもともと九条第二項の芦、うんまあ、田禁修正なるものがあって、はい、であれは芦田禁修も後にね、えー、証言しているように全項の目的を達するためにという形で、うん、要は国際紛争の解決の手段として武力を用いるということをしない、うん、でそのために、えー、戦力を持たないというね。 こういう規定なので足立議員の説明によればそれによって自衛のための軍を持てるっていうねそういう含みがあって要は自衛のためであれば大丈夫と紛争解決のための手段だったら駄目というふうにして限定をしてそのことは GHQ も承認していたというふうに言っているんだけれども。 えー、いろんな理由があって歴代の内閣は芦田金によるその修正を事実上無視して、えー、憲法は自衛隊あるいはまあ戦力を持つことを禁止しているので自衛隊と呼ばざるを得ないと、まあ、その警察の延長線上で自衛隊なんですね警察予備隊から出発しててそこもだから変だって話は。 してきましたよねで本当はあの安倍さんは会見なんかしなくてもし解釈会見するんだったら足立金解釈取ればそれ一発で終わり、うん、<laughs> はい。うん。だってそのために足立金は修正条項加えたのであって、うん、今日の一つのキーワードであまり馴染みがないと思うんですけど多分これからこの話がいっぱい出てくるので、うん、まあ FMS と言われているフォーリングミリタリーセールスの略で、うん、まあもう読んで順のごとくなんですけどそれを

欲しいと言っている日本政府に対して好意で売ってあげるというそこが援助という言葉お金出してるのに援助ってずのずうしく呼んでるってことだよね。というほど。売ってるのに開き直ってるみたいな。金を受け取ってて援助って言えるっていうのはずいぶんなんかずうしいんですけどこれ、こういうものがあってですね。このシステムを取ってるのは世界中でアメリカだけなんですよ。 この仕組みの中でやっぱりあのこう得意なのはですね。その価格っていうのはまあ、アメリカ政府が決めるんだと。と、うん、まあもちろん、この交渉で価格は変動することはあります。けれども、まあ、価格はアメリカ政府が決めるということと、それはあくまで見積もりに過ぎないと。うん、つまり後でまあ、悪いけど、ちょっと値上げしたいんだよね。っていうことはアメリカが勝手に決めて。 値上げを求めることができるということですよ、ね。日本国行ったら売るのをやめたって言える普通のだから商売じゃない取引じゃないんですね。商売じゃない <laughs> じゃあそんなね殿様商売みたいのに付き合う必要ないだろうと、うん、いうことになるんですけれども、ところがやっぱりアメリカっていうのはあの国防費を年間60兆円近くかけてるわけですよね。はい、で世界一の武器出大国でもあるわけですね。うんうん、でもう一つ重要なのはアメリカは第二次世界大戦が終わった後も 朝鮮戦争ベトナム戦争そして湾岸戦争やアフガン戦争イラク戦争というふうにずっと戦争を続けてきている国なんですよね。でそういった戦場で、えー、米国製の武器の優秀さというものが証明実証されていると。 まあそうするとあのどんなに科学技術,技術が進んでいる国であっても使ってないじゃないかと、うん、でそれよりはやはり、えー、戦場で証明されたアメリカの武器を買いたいというのはこれはどの国も同じなんです一応、ね、それが問題は何、まあ、でこれをあのお見せしたかというと、うん、これがものすごい勢いで実はまあ増えていてこれもあの2018年度というのはまだ予算案ですからこれから予算委員会やりますけど。はいうんうん えーまあ、今やこれがええー、まあ1 8年度予算で4804億円一旦、えー、16年度に4881億になっているんですけど、まあ、とにかくこれがものすごい勢いで増えていると。えー、これは あの、まあ、何とかなんといっても日本は全体では5兆円くらいあるわけですけど、はい、まあだから、えー、5000億ちょっと切るくらいなので1割、えー、弱だと思いますけど、はい、これが増えているっていうことはあの、まあ、さっき FMS の, F M F の,ないあの条件みたいなお話聞きましたけど、ええ、これが増えているというのはどういうい背景なんですかあのこれまで例えば商社を通じてあの売却してもいいと。 アメリカ政府が言ってたものをですね。はい、最近はいや全部これ FMS で扱うと。うん、つまり政府を通じて買わなきゃ売らないよというふうに、うん、アメリカがその FMS の中身を増やしたということが一番の原因です、ね。アメリカ側が増やしてきたっていうことなんですね。そ,すねそれを憲法そのまんまにしなおかつまあ選手防衛の要件っていうのも一応こういうものが決まっていて特にそれを変更したっていう事実もない中で。 今みたいに、まあ、今回持つ兵器もそうですけどその他にも、まあ、例えば F15 の,あの空中給油装置をもう外さなくなっているということとか空中給油機が今 4, 4機ですかです、ね、あるとかですねそういうふうになんだかんだ言ってどんどん,どん,どん持ってしまっているでもこの大枠は一応、変わってないことになっているはずだともうおそらくです、ね、あの安倍首相が言っているようなもう憲法改正を視野に入れ始めているのではないかなと。 3項、まあ、になるかどうか分かりませんけども、うん、自衛隊ということを書き込むことによ,れよって新しく入ってきた条文というのは古い条文をこう凌駕していきますので、うん、実質的なこの2項というのはまあ私文化していくだろうと,と、うん、だとするとまあ自衛隊という名前の軍隊ができるというようなことを視野に入れてまあ準備が始まったのかなということなんだろうと思いますね。